今名護に来ていて、名護の蕎麦屋さんってめっちゃレベルが高いんですよ。最近ねハマっている玉屋そばに来ました。こっちめちゃくちゃ美味しいから。こっちが早期ですね。すごいうまそう。骨皿ですね、はい、ありがとうございます。今のめっちゃいい。じゃあ消し。はい。いただきます。うん。うま。カットしてあげるよ。恥ずかしい。ずんちゃうずんちゃう。恥ずかしい。響け恋の歌。長浜ビーチの方に来ました。でここは結構観光客にも有名かな。多分長浜ビーチって言ってば、まあ、出ると思うんですけど。シャボン玉飛んだ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 見て0503。うおーゴミの日じゃん。ありがとう。一本持ってくよ、うんうん、みんなで飲めばいいよ。あのちょっとみんなでゆっくりしますか。光合成していこう、はい、太陽もめっちゃ天気いいので、うん、ここマジでこの砂浜も天然で作られてる。人工じゃないから泣き人一番綺麗だったんです海。この沖縄本島の中でね、うん、とかないんだ。違う違う違う、泳ぎたくなってきた。めちゃめちゃシュッティ消えちゃった、ね、シュッティマジなんでやばい、早く泳ぎたい。泳ごう、とりあえず泳ごう。はい、またはい、という感じでまた後ほど。ふぅー、どうよ、最高、最高、うん、わぁ、めっちゃ最高だね。めっちゃいいよ。テンション上がった。うん、俺も久々に入ったから、うん、知ったほしい。めっちゃいいね。やばい、海めっちゃ綺麗。これは？え、It's so beautiful。 おお、アメリカ人だ。アメリカ人だ。最高。どう？とりあえずシュノーケルで沖まで行って、うん、お魚見てこうぜ。最高。またカメラはあれ濡れるから置いてから。はい、今1時間ぐらい海を泳いで、今影の方でゆっくりしています。どうだった？近い。おー、こんなまで行っちゃった。うまどうだった？完璧、完璧。着替えて東食堂に行きたいと思います。昼のね、玉屋そばから全然ご飯を食べてなくてめっちゃお腹空いたので、抹茶って感じしない。ちょっとすよ。いただきます。めっちゃいい、
願いします。はい、呼ばれてますけど。間違えちゃったすいません、誰ですか。ここでした、すいません。トレマイカーボの時間がやってまいりました。雪見大福とモンスターゼロ水、ローソンの水ね、これ持ちやすくなってる、めっちゃ。サドゥー、美味しい。泳いだりして日焼けもして、なんかちょっとだるい感じはあるんですけど、まあ筋トレしてればハッピーになるだろう、幸せになるだろうという思いを込めて、トレーニングはね、集中して頑張っていきたいなと思います。はい、こういった感じでライフスタイルを有意義にして、トレーニングもモチベーション高く最近はいつもできているので、この動画を通してモチベーションを上げてもらったり、まあ、楽しんでもらえたらなと思います。この動画がね、よかったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。 Vlog もね、これからどんどん撮っていくので、お互い頑張っていきましょう。以上です。それではね、次回の動画でお会いしましょう。 I'm just a